高に幸せなクリスマスを。メリークリスマスオイス。やっぱりペコリーヌは可愛いプリコね。ハージもあるよ。ということで今回はクリスマスペコリーヌ参加限定ガチャで実装されたので回していきましょう。素敵な仲間が増えますよ。行くでガンス。うんがまともに始めなさいよ。最後のクリスマスは10年目から遊ぶからな。平気平気。8歳と9歳と10歳の時と12歳と13歳の時も僕はずっと待ってた。むむむむむ。おめでとうございます。何を。クリスマスプレゼントだろ。20連目でクリスマスプレゼントを出してくれるサイゲは神だな。これからもついていくぜ。さあ楽しい楽しいクリスマスデートの始まりだ。さあ誰が来る。ボッチで。この景色うちらだけの秘密だよ。おたたくんに優しいギャルは実在する。すずなさんは誰にでも優しいのでは。その正論はオタクの幻想を壊してしまうのでやめるんだ。素敵な仲間が増えますよ。素敵な仲間と共に過ごすクリスマス。頭が。クリスマスに男二人で行ってらっしゃいませ。そういえば視聴者の兄貴たちはクリスマスペコリーヌは無事にゲストできたかな。さすがにこんだけのここでプリコネ X してそうなペコリーヌを見逃す兄貴はいねえよな。 Twitter でも話題になってたけどどうやらキャラストが完全に事後らしい。これは確実にゲットしてプリコネ X せねば。ブサホーというもの。絡めおら。今回のイベントでクリスマスクレジッタさんも登場されたので次のガチャで実装されそうですね。クリスマスクレジッタさん、今までの法則だと工場枠だけどどうなんだろう。なんか限定できそうな予感もする。最近イベント配布キャラもいないし工場枠にクレジッタさんを置くのは厳しそう。最後にイベント配布されたキャラって誰だったかの。素敵な仲間が増えますよ。2連続最低保証はルールで禁止すよね。島さん流の強がりだ。70連目。そういえば今回のクラバトはみんなの結果はどうだったかな。素敵な仲間が増えますよ。僕のまったりプランはギリギリ2000以内でした。ちょっと長期ログインしてない兄貴がいたので入れ替わりで、クランメンバーを7名ほど募集してます。もし加入したい兄貴がいたら Twitter までご連絡をなしやす。ちなみにまったりクランでクラバと参加さえしてればいいのでガチ勢兄貴はご遠慮なしやす。素敵な仲間が増えますよ。よー、虹が2枚だー。生の6時間が始まる。飯の顔しやがって。最高に幸せなクリスマスにしましょう。これは暑いクリスマスになりそうですね。さらに妹も追加。これは激アツ。やったねペコちゃん、家族が増えるよ。おまけでミニオンバースト演出も入れました。最高に幸せなクリスマスを。これが聖夜の奇跡。プレシャスストライク。メリークリスマスオイス。イケイケです。クリスマスの始まりだ。勝利をプレゼントです。どのペコが好きかな。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。制作中の同人エロゲ、ネメリスちゃん RPG が DL サイトにて予告販売ページ公開中なのでお気に入り登録をなしやす。では、サラダバー。